この71万5千円という支払いが選挙運動の報酬であることは明らかだということで、買収罪に当たる。斉藤氏側の行為が買収罪に当たるということで告発をしたと。今回の告発っていうのは、客観的に明らかな事実だけに基づいて行ってます。で、対象とした、公選法違反、買収に当たると、している事実も、71万5千円の支払い、この斉藤氏側も認めているもの、これを対象にしてます。で、これが、斉藤氏側は、違法ではない、買収には当たらない、選挙運動の対価じゃないって言ってるんですけども、そうじゃないと、考える根拠が十分あるというのが、我々、今回の告発の中で主張したことです。この斉藤氏側の話からすると、要するに、織田氏が話を持ったとかですね、ノートの中で、何かその事実に反することをノートに書いたとか、それをなんか自分をアピールしたいため、承認欲求のためだとか、なんかそういうふうに世間に思わせてるんですけども、その経緯が、ノート投稿の経緯が、世の中に認識されているようなものとは全く違うというところを強調したいんです。これは今回、この斉藤選対の、主要メンバーであった、西宮市会議員の森健人氏の X 投稿を、詳細に見ていったところ、この織田氏のノート投稿の前後で、森氏の側から織田氏に了解を求めた上で、今回の選挙で SNS の運用などを担当してくれた人は一人だけで、それが織田氏ですということをわざわざインスタグラムを引用する形で公開してるんですね。担当してたのはこの人だけなんだと。裏話も含めて経緯が詳しく書かれてるんで、ぜひご覧くださいって言って紹介をしてる。もうこれ完全にですね、この選対の主要メンバーとのやりとりの中で投稿が行われたということなんですよ。ですから、まず、織田氏の投稿は、この経過からしても、決して盛ったものでもないし、事実に反するものでもない。で、これに沿って、この事実関係を見ていくと、もうこれは織田氏が、言ってる通り、命中者として、広報戦略、SNS 運用戦略を、もうしっかり会社として、業務として行った。そしてその対価として、その時点で、おそらくこれは着手金のような形で一部支払いとして71万5千円が支払われたと。そういう事実なんですね。こういうその両者の主張を、比較、検討してみると、この71万5千円という支払いが選挙運動の報酬であることは明らかだということで、買収罪に当たる。斉藤氏側の行為が買収罪に当たるということで告発をした。そういうことなんですね。はい、NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の12月の3日、お昼、ごめんなさい、午後、夕方の6時20分です。実はというかね、Twitter の方、X の方で言ってたんですが、郷原、下の名前がね、なんていうのかな、信夫さんか、信郎さんか、郷原さんという弁護士の方がいて、元ヤメ検の弁護士で、結論から言うと、この人に対して刑事告訴、告発ですね。刑事告発をしました。詳しくは石丸由紀人弁護士の方で告発を書いてくれてるんですが、そちらをご覧いただければと思うんですが、この郷原弁護士っていうのが、罪名は虚偽告訴罪っていう罪です。いわゆる嘘の刑事告発をしている方に対して行う罪ですね。で、この郷原さんっていうのは、もともと東京地検にもいて、元検事ですね。で、
テレビにもよく出ている弁護士で、まあ、今回ですね、その斉藤知事に対して、まあ、犯罪だっていうことで、まあ、訴え出てるんですね。公職選挙違反だと思うんですけども、詳しくはごめんなさい、ちょっと公職選挙違反と、政治資金規正法違反だと思うんですけど、その71万5千円払ってると明確に斉藤知事は言っていてですね、まあ、それなのにこう犯罪者というふうにですね思い込んで告発すると、まあ、警視庁と、警視庁じゃない、神戸の地方検察庁と、あとは兵庫県警に訴えているようなんですけども、これさすがにちょっとやりすぎです。でテレビもですね、もう告発するたびに取り上げると、メディアもね、でちょっとそれも異常なんですよ。いわゆるその犯罪をした可能性がある人を告発するっていうのはある意味自由なんですけども、それをするだけで報道するっていうのはどう考えてもおかしいんですね。受理っていうのは正式にそれを受け取って、ちゃんと検察が捜査するっていうことが受理なんですけど、大抵の場合受理されないんですね。でしかも郷原弁護士はですね、まあ、上脇教授かな、上脇教授と一緒に今やってるんですけど、通常検察は郵便でしか受け取らないんですが、警察の方はこれは通常はちゃんと持って行って刑事さんにやってもらうんですね。だからそういう意味でも、ごめんなさい、ね、収録中ものだけ置いておいてください、ごめんなさい、いえいえ、ごめんなさい、ごめんなさい。でだからその本来警察に持って行ってちゃんと説明をして、間違いがないかとか証拠がこれですとかってやって出すのが本当の、まあ本当に受理してほしい場合はそういう形でやるんですけど、今回なんと郵便で送ってるってわけですよね。でそれはね、やる気のない告発なんですよ。でそんなものを繰り返して、しかもそのメディアと郷原弁護士がもう結託してですね、こう斉藤さんはまだいじめているので、で中身が非常に薄いというか、証拠が全然ない中で刑事告訴をして、まあ、告発をしているので、まあこれは虚偽告発罪としてこちらも訴えていいだろうということで、私とですね、石丸幸人弁護士が、まあ、連名でですね、まあ、今回あちらも連名でね、上脇教授と郷原弁護士がやってるので、で上脇教授は今回は除いてます。というのは、郷原弁護士はやっぱり実務者でもあるし資格者でもあります。教授っていうのはあくまでも学校が認めてる程度で、弁護士っていうのは国家資格をパスしてる人でですね、よくよく分かった上で告発をしてると思うんですよね。こんなの準備できないと分かってながらやってる、もうまさにパフォーマンス、テレビで取り上げてもらうためにっていうか、夜も変更報道に加担してるということなので、まあこういうちょっとね、弁護士の風上にも置けない人、テレビによってですね、まあなんかもてはやされてる元ヤメ検はもうちょっと許せないということで告発をしました。